科学は和歌の本質、作法、古歌の解釈、古実、歴史など和歌に関する全てを研究する学問。通常、和歌の本質論は歌論と称し、それ以外の和歌に関する諸知識を求める学問を科学と称する。科学の起源は8世紀に遡るが、当時は中国の史論を模したものであった。日本最古の科学書とされる藤原浜成の歌境標識は、 中国の文鮮などの影響を強く受けている。平安時代中期に成立した古今和歌集かなじで日本的歌論が展開されるようになってから、科学は盛んとなり、歌論と並んで万葉集の研究も始まった。この時代の科学の代表的な人物として、藤原金藤や源の年寄りなどが挙げられる。鎌倉時代前期から中期にかけて和歌の本質を論じた。 カロン書が数多く作られたが、中でも、藤原春勢、定家の有限、右心のカロンは、後世の科学の基礎となった。鎌倉時代末期には、科学の家が成立し、京国家と二条家、礼勢家が対立したが、室町時代に入り、古今伝授などの風が生じ科学の固定化、形式化が進んだ。この時代のカロンはその枠を超えて一つの芸術論 ひいては思想体系とも言うべきものになっており、他の芸能にも大きな影響を与えた。能の体制者世阿弥物大学士に必要な学問は、科学のみという胸の言葉を残している。江戸時代中期には、戸田茂水、下神戸潮流、慶中などにより、中世科学に対する批判が起こり、鴨野間ぶ田安宗竹などの万葉集を模範とするグループ、加田の在慢。 元織のりななどの新古今和歌集を模範とするグループ、小沢ロアン、香川歌劇などの古今和歌集を模範とするグループの三大潮流が生まれ、万葉集、古今和歌集、新古今和歌集の研究が盛んに行われ、これが明治時代初期まで続いた。明治時代中期になると、正岡子規の社生主義が出て、過論を風靡したが、明治以降の科学は過論よりも古歌 古歌集の研究に重点が置かれ、万葉集、古今和歌集の研究や、和歌詞、カロンお及び古歌集の諸子学的研究などが目覚ましい、発展を遂げた。ありがとうございます。